はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアート、ミュージック、カルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。でですね、今回は19世紀後半から20世紀にかけて、当時のオーストリアで最も有名だった画家グスタフ・クリムトを取り扱いたいと思います。クリムトさんですか？はい。知らないんだよね、うん、あ、知らないですか？全然知らないんで、今日は泉さんの話と、はい、この絵を見てね、うん、ちょっと勉強していこうかなと。わかりました。じゃあもう早速見ていきましょうか。名前はグスタフ・クリムト。1862年、1918年、54歳で亡くなっています。国籍はオーストリアです。表現形態は絵画、工芸、装飾美術、まあ、服のデザインなども手掛けていました。ムーブメントはウィーン分離派です。1862年、ウィーンで生まれます。父は彫刻家で、死にいた兄弟は皆才能に恵まれていました。1876年、ウィーン工芸学校に入学。学生時代は絵画だけではなく、壁画やモザイク、フレスコなど多岐にわたり技術を学びました。また学生時代から頭角を現したクリムトは、教授の推薦を受け、公的な装飾の仕事も多く手掛けました。1883年、父親と弟エルンストと共に工房を設立。1886年、ブルク劇場の装飾の仕事を請け負います。1888年、劇場の仕事の功績が認められたクリムトは、オーストリア皇帝から勲位を受章します。1890年、ウィーン美術館の装飾が制作。1892年、父と弟エルンストが死んでしまいます。立て続けに起きた親しい者の死は、後のクリムトの作品に大きな影響を与えました。1894年、ウィーン大学の天井画を依頼されます。1897年、当時の保守的な美術協会に不満を覚え、ウィーン分離派を設立。1900年、大学の天井画の内容をめぐり議論が起こります。同年初頭、エミリエ・フリューゲルと出会う。クリムトは生涯結婚をすることはありませんでしたが、フリューゲとの関係は生涯続きました。フリューゲは弟の妻でした。少なくともこの頃のクリムトには14人の子供がいました。1903年、公的な依頼をやることは減ったが、有力なパトロンが多くいたため、金銭的な援助を受け、ここからクリムトの黄金時代が始まります。1905年、大学の天井画制作を放棄します。1909年、ストレック邸のための制作に着手。1918年、病気による死去になります。というわけなんですけど、このね、非常にこう、女性がね、好きで、まあ誰かさん思い浮かべますけど、あとね、猫が大好きだったんですね。ああ、なるほど。はい。じゃあ猫の絵がね、バンバン出てくるんですかね。はい、楽しみですね。猫の絵は出てきません。出てきません。はい。まあそんなわけで、こうね、やはりこの作品のテーマが、このエロティシズムであったりとか。ああ、女性なんだ。そう。もう女性を描いたらピカイチ。官能や死がテーマになってるというね。まあそんな作品を生涯作ります。じゃあね、作品見ていきましょうか。まずね、こう1894年、この大学の天井画の左から医学、法学、哲学となるんですが、まあこれ大変物議かもしまして、厳粛な大学の行動にそぐわないポルノグラフィーだとなりまして、政治、宗教、美術とこうジャンルをまたいで大変な論争になったんですね、この作品。エロ画像だって思われたってこと？そう。こんなただのポルノだっつって。なったんですね。まあ、当時のウィーンっていうのは、こう、表向き、すごい保守的な感じだったんですよ。なんで、まあ、こういうものは認められないと。まあ、クリムトの作品、大体そういう感じになるんですけど、まあ、これが最もなんか、議論を巻き起こした。なんか、国柄みたいなのもあるのかな？お国柄。実は、まあ、後で話しますけど、そんなことないんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、まあ、結果的に、まあ、この事件は、逆にこう、クリムトの名声を高めることになりまして、まあ、ここから結構依頼がバンバン来るんですよね。ただまあ、この事件で、まあ、滅法公的な仕事が嫌になっちゃったクリムトは、まあ、半ばこう、隠居的な生活で、こう、自分の目指す表現を追求する方向にシフトしていくんですね。ちなみにこの作品は、1945年に、ナチスによって焼却されてしまってるんですけど、だから写真しか残ってなくて、まあ、残っていれば、大傑作だったんじゃないかと。あ、じゃあこれ色ついてんだ。本当は色ついてた。あ、色ついてんのね。はい。なるほど。まあ、悲しい事件ですよね。こう、戦争や独裁、こう、他者との違いをこう認めないね、こう、人類の愚かな歴史を語ってるんじゃないかと思うんですけど。これ、いや、色ついてんの見たかったな。そうですね。うん。なんか後からなんかこう、テクノロジーを使って色をつけたりとかしてるんですけど、まあ、クリムトが実際にこう、色をつけたっていうのが残ってない。
本当にその色だったかどうかちょっとよくわかんないでしょ。そうですね。じゃあ次行きましょうか。1901年、ユディト。まあ、結構見たことある方多いと思うんですけど、まあ、ユディトっていうのは、旧約聖書に登場するユダヤ人の家父。家父っていうのは、死別してね、夫を亡くした女性のことを言うんですけど、これがね、これ、アリシア軍隊に包囲された、ベツリアっていう町を救うために、着飾って敵陣に入り込み、敵の将軍を誘惑して、首を切り落とすんですね。まあ、そんな一場面を描いた一枚なんだけど、切り落とした首を持って、高悦とした表情を浮かべる女性を描いた、結構、実は結構怖い絵なんですけど。怖いね。物語ってこと？そうですね。クリムトギリシャ神話とか結構書いてまして、まあ、これは旧約聖書の話。あ、これ旧約聖書の話か。はい、ああ、なるほど、なるほど。まあ、神話も結構描いてますね。で、クリムトの作品の特徴、まずこの金を使うところなんです。で、これは、日本画、屏風とか、金屏風とか。ああいうのにすごいインスパイアされて、絵の中にこう金を使うっていう、金箔を使うっていう。日本画って結構影響を与えてんだね。そう。まあ、この時代にこうパリで日本の工芸芸術を集めた展覧会開かれて、まあそれを見て、ね。印象派の人たちと同じような感じではある。そうですね。だから印象派にもすごい影響を受けてるんだけど。これ時代的には印象派のちょっと後ぐらいだよね。はい。後期印象派の後ですね。なるほどね。うん、すごいね、日本画って。すごいんですよ。すごいね。はい。結構ヨーロッパの西洋美術の歴史で結構日本画っていうのが影響を与えてるんですよ。次行きますか。1904年頃の海蛇っていう作品なんですけど。で、まあ、金の他にこのクリムトの作品の特徴は装飾にあるんですね。これは、まあ、金細工師でもあったクリムトは、人物と装飾の融合を図るんです。これが彼独自の世界観を作ってるんですね。非常に面白いんですけど。で、この装飾絵画、装飾を取り入れる絵画っていうのは、まあ、後に、パウル・クレーであったりとか、まあ、それこそ、そう、カンディンスキーとかに結構影響を与えてますね。なんか RPG のボスに出てきそうだね。あちょっと思ったんだけど。ゲームのね、はい、ジャケットとかにちょっとファンタジックなね。そうそう。ありそう。ファンタジックなんですね。なんか短略的に言うと。次行きましょうか。1907年から1908年に制作された接吻っていう。これがね、クリムト作品の頂点と言われているんですけど。もう装飾とね、人物の融合が見事としか言いようがない作品なんですけど。ただこの、さっき、オーストリア政府、保守的って言いましたけど、この作品だけは、大絶賛しまして、もう政府がすぐ買い上げたっていう作品なんですけど。そんなにエロくないからだよ。あ、まあ、確かにちょっと上品な感じはするかもしれないですね。うん、面白いよね。でもなんか、すごい体とかすごい平面的なんだけど、顔とか手とか部分的にはすごい出てくるっていう、結構面白い表現なんですよね、クリムト。まあ、さっきエロくないって言いましたけど、ちょっと次の作品見てもらうんですけど、まあ、これも同年代、1907年から1908年に制作されたダナエっていう作品なんですけど、まあ、これはね、ギリシャ神話に出てくる、箱入りの王女様、ダナエがね、金色の網に姿を変えたゼウスと関係を持ってしまう話を書いた作品なんですけど、まあ、このダナエの左側に書かれてる金色の粒みたいなのあるじゃないですか。これは雨とか、まあ、戦士であったりとか、そういうものを描いてるんです。これはめちゃくちゃエロいっていう。でもなんかあれだよね、この絵を見て、すごい、エロティックだって、この当時は思ったのかな。今見ると別に思わないじゃん。なんかオシャレじゃん、すごい。まあまあまあね、今見るとね。デザインというかさ、はい、生々しいなって感じじゃないじゃん。ああ、うん。なんかちょっとでも、なんていうのかな。古典絵画でも結構裸の人とか出てくるじゃん。女の方とか。うん、あのエロさとはちょっと違うなんか観音美みたいなのは感じるけどね。クリムトの絵に関しては。まあ確かに、あるかも、うんうん。うん。でもなんか、そんななんかね、国がこうバンするようなものじゃないような気が、芸術的だよね。ね、まあ、芸術言われるとね。って感じ。それは今見るとだからなのかね。だと思うよ。当時は、いやいやいや、ダメでしょ、みたいな感じだったのかね。うん。で、まあ、クリムトの弟子にさ、まあ、エゴン・シーレっていう、まあ、結構有名な画家いるんだけど、まあ、ちょっと結構明らかにクリムトの影響を受けてるんだけど、全然そう、結構エロい感じじゃなくて、もっと、なんつうの、詩とか、なんかそういうちょっと暗い感じの絵とか描いてて、まあ、それに比べたらなんか全然変なエロさみたいなのを感じますけど、まあ題材がね、うん、題材がそうだからってことで、まあ、そこにねフォーカスして作品制作していったんで、ただなんかもうこの色の使い方とかね、すごい上品だよね。そうね、まあ、言っちゃうとこのエロティズムの追求っていうのは、まあ、
まあ表向きはね、実はね、この保守的な古臭い感じするんですけど、ウィーンって。裏ではね、結構ね、すごい自由に溢れてて、こう性にこう自由だったりとか、だからクリムトもすごい愛人作った作品描くため。結婚してないんだよね、でも。そう。だから結構ね、このエロティズムっていうのは実はこの当時のウィーンっていうのをものすごく反映してた作品なんじゃない。まあちょっとジャン・ミッシェル・バスキアに似てるかもしれない。当時のニューヨークイコールバスキア、当時のウィーンイコールクリムトみたいなところがあると思うんですよね。街の匂いみたいなのをね、絵に投影してるわけだ。うん、なるほど。あ、そこがすごいクリムト面白い。で、最後はですね、1912年、メーダ・プリマ・ベージの肖像っていう作品なんですけど、まあ黄金期の後、まあこう金を使わなくなったね、クリムトの作品なんですけど、まあ、これもいいんだよね、すごい。急に可愛らしくいい感じになっちゃった。うん。最初はね、ちょっと、最初の頃もそういう絵描いてるんだけど、まあ個人的には結構好きだなと思うんですけどね。うん。可愛らしい。なんか、やっぱ金って、やっぱ神々しいというか、ちょっとね、こう金色ってやっぱね、品格みたいなのが出るよ。ああ、確かにそうですね。でもやっぱ金使わないと、可愛らしい感じに、ね、うん、なりますね。あ、ちょっと若干装飾性っていうのも擦れてきて。そうそうそうだね。まあちょっとバランスの、比率の割合がちょっと減るんだけど。あ、これはこれで結構いいなと。後期の作品も結構いいです。はい、作品見てもらいましたが、まあ、クリムトの面白さっていうのは、まずこの装飾とモチーフの融合とか、まあ、すごいなんか結構前衛的なことやってるんだけど、当時としては。まあ、新しい要素の中に、まあ、古典的なバロックとかギリシャとかね、このエジプトの壁画的な。あるね。壁画っぽさ。要素が見え隠れするっていうね。こうなんか見事にこう新しいものと古いものを融合させて、独自の視点で物作品を制作していったってとこがすごい面白いなと思った。このさっきの海蛇、はい、これとか壁画っぽいもんね。壁画っぽい。どうでしたクリム？結構ね、好きじゃないか。ファンタジックなものお好きじゃないですか。うん、画集とかあったらずっと見てそう。画集あったかもしれないです。結構影響を与えてるのうち、やっぱさっき言ったようにクリアとかカンディンスキーとか。まあ、結構知っててもいい画家じゃないかなと思って、まあ、今回取り上げたんですけど。まあね、なんか、ちょっと絵とは関係ないんですけど、ここから。なんかちょっとクリムトのね、作品、まあ調べてて、まあ、ふと思ったんですけど、結構アートの話してるじゃないですか。なんかね、ちょっと、気分的にちょっと変化がありまして、あんまりなんかね、これ好きとか嫌いとかじゃなくなってきたんですよ、ね、最近。昔はなんか割とこう、嫌いなね、絵は興味ねえとか、まあ、そういうこと言ってましたけど、なんか調べれば調べるほどなんか、それぞれになんかすごい良さがあったりとか、まあなんか気づきがあったりとか、まあそういうものをね、結構ね、アートの話しててね、感じるんですよね、最近。今になってアートを俯瞰して見れるようになったんですね。そうそうそう。こんなの面白くねえよとか、勝手に決めつけてね。だからね、結構ね、なんかそうやって、ね、見るのは結構損してたなと、思いまして、まあ、今後もなんかこう現代アートとかね、まあそれこそまあ好きな作家とかも取り上げていくと思うんですけど、まあなんかこう新たにこうアートの面白さみたいなのを、ね、発見しますね最近。このうちのね、はい、エクスポーション TV のネタというか、はい、取り扱う作家はですね、はい、まあ、基本的には泉さん、あ、そうですね、チョイスして、はい、まあ、調べて俺はね、うん、こう隣でこう話を聞いてるっていうスタイルなんですけど、はい、基本的にはなんか好きな人が多かったわけだよね、今まで。そうですね。まあ中にはちらほら好きじゃないやつもやってたんですけど、うん、好きじゃないというか、まああれですよね、そんなには詳しくないけど、やってみようかなみたいな、やってみようかなってなると、うん、調べてみると、あ、こういう考え方ってあったんだなと。だから今はなんか結構そこもちょっと好きとまでは言わないけど、なんか認められるようになるっていう、まあ、これ心が豊かになってるかどうかわかんないですけど、まあそういう効果あるなと最近すぐ感じてるんですよ。この知らなかったところを知ると歴史が繋がったりするやん、うん、そうですね。それがやっぱ俺は面白いなと思って。そうそう。誰かが言ってたんですけど、アートって何って聞かれた時、なんか時間を旅することだみたいなこと言ってて、ああ、そうだなとすげえ思った。なるほどね、はい、おしゃれなこと言いますね。そう、時間を旅すること。僕が言ったんじゃないですけどね。はい、今日はクリムトについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと最後話脱線しまいましたけど、まあクリムト、まあちょっと最近来たんで、まあ今後といつ見れるかね、わからないんですけど、まあ、来た際はね、ぜひ見てもらいたいなと
思うアーティストなんで。日本ではないんだ、これ。日本で多分ないんじゃないかな。ちょっと調べて、もしあったら概要欄の方に貼っとくんで、まあ、ぜひ行ってみてください。ないかもしれないでしょ。ないかもしれないです。まあ、あんま期待しないでください。はい、このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。よかったらチャンネル登録。まあ、動画へのグッドボタン、コメントなどいただけたら嬉しいです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。